川に見えてる魚とか仮にいたとしても追っかけて網を振り回してしまってもなかなか魚は取れません。これハゼの仲間でして、ちっちゃなヨシノボリ、こっちが大きなヨシノボリ、この水の中の様子とどんな魚が取れるか調査をしに行きたいと思います。はい、皆さんこんにちは。琵琶湖博物館学芸員の金尾重文です。今回はですね、琵琶湖に流れ込む川の下流域に住む魚たちについて紹介したいと思います。ここの水族展示室にある下流域の魚たちという水槽にはですね、季節に応じて琵琶湖から上がってくる魚というのを紹介していまして、背景もですね3種類用意されているんです。今撮影している時が冬なので、これ冬の川の様子、今ここで泳いでいる2種類の魚はオイカワという魚とワカサギという魚なんですね。琵琶湖に流れ込む川というのは季節を通じていろんな魚がやってくるんですが、実際のフィールドではどんな魚が見ることができるのか、これからフィールドへ出かけてこの水の中の様子とどんな魚が取れるか調査をしに行きたいと思います。じゃあ早速こう行ってみたいと思います。冬の川にやってまいりました。ちょっと川の水温測ってみますね。気温が今ちょうど8度ぐらいなんですが、気温と水温ほとんど同じぐらい、水温が低いと活動しない魚が多いんですね。夏ほど上から見ても魚の泳いでる姿見えないことも多いんですけど、水草とか水際にある植物の中でじっとしているということが多いので、隠れてる魚を探すっていうことが多いですね。じゃあまず、魚ですとか水辺の生き物の取り方というのを説明をしたいと思います。川に見えている魚とか仮にいたとしても追っかけて網を振り回してしまってもなかなか魚は取れません。こちらから後ろの方に向かって流れてるんですけど、そうやって川の岸にある草とか中を流れている水草のあるような川の下流に網を置きまして、そこからですね足を使って蹴り込みます。こういう感じですね。で中の泥をよく取って、こうやって少し泥を取ってみますが、あ、なんか入ってますね。ウツセミカジカ取れてましたね。こうやって魚を取るっていうのが我々の調査のやり方となっております。我々の手のひらよりも小さなぐらいですけど、石がたくさんあるような川に生息している魚でして、1月から2月にかけてが産卵期で、琵琶湖で少しずつ育った個体が川に上がってくるというような、そういう暮らしをしています。この川の特徴というのはですね、川の底の様子を見てみるとですね、主に砂とあと手のひらに乗っかるぐらいの砂利といいますか石ですね、そういうものが多い、そんな川なんですね。滋賀県の川っていうのは砂と砂利が多い川もあれば、田んぼの間を流れている川なんかはドヨンとしていて川の底が泥だったりっていうところもあるんですけど、砂利が多い川というのは流れも速くてですね、そういうところに暮らしやすい魚というのがやってきたりもしていますね。取れた魚、そしてあとですね、川の様子がどんな様子だったか、川の底だったり川の幅だったり住んでる環境っていうのはどういうなのかっていうのも一緒に記録しておくとすごい便利じゃないかなと思います。もうどんどん、泥ごとすくう場合もあるので、泥は、水の中で、取って、あ、今度はですねヨシノボリの仲間ですね。オオミヨシノボリとかトウヨシノボリと呼ばれる種類ですね。これは先ほどのウツセミカジカとちょっとよく似てるんですが、ハゼの仲間、オオミヨシノボリのちょっと大きな個体が見にくいんですが取れました。これ先ほどちょっとちっちゃなオオミヨシノボリでしたが、これも親ですね。これハゼの仲間でして、川から上がってきてこの石の隙間とか草の間で暮らしているハゼの仲間なんですけど、これがちっちゃなヨシノボリ、こっちが大きなヨシノボリですね。大きさが、全く違うというのが分かるかなと思います。だいたい川の底にいる生き物っていうのが取れやすくなってるんですかね。川の横にトライしていきます。特にこうやってると泳ぎの速い魚とかでもこういうとこ隠れ込んでそれを取ることもできますので、
泳いでる魚を追いかけるよりはこうやって取る方が効率的ですね。あ、土壌が入りました。ニョロニョロ動いてるの見えますか。まだちっちゃな土壌なので、おそらく去年生まれたばっかりの土壌じゃないかなと思いますが、どちらかというとこれは砂があるような川というよりは泥があるような川で、これ周りにここは田んぼも多いので、そういう田んぼの水路で、暮らしているものが川に降りてきたんじゃないかなと思います。エビが取れましたね。これスジエビかな。これマニアックなんですけど、こちらスジエビという、まあ、琵琶湖の周りにもいっぱいいるエビなんですが、こうやって、まあ、寄生するエビの小判という、今2匹ついてますけど、なんかダンゴムシをペチャッと潰したような生き物ですね。エビと共に暮らす生き物ですね、まあ、エビとしてはこの体液吸われてるんで迷惑な存在かもしれませんが、またこれ流れ速いところだけじゃなくて、ちょっと流れが緩やかなところとか、そういうところ行くとまた別な魚が取れたりしますね。橋の下とか行くと違うのいるんじゃないかなと思うんですけど、あ、ちょっと大きいハゼの仲間、これウキゴリという魚ですね。まあ、琵琶湖の周りにはよくこの水路とか川に住んでる魚です。水槽に入れると前の方にある背びれの後ろに黒い模様があるんで、それでわかるんですが、流れが緩やかな場所とか池みたいなとこだと真ん中の方で浮いて泳いでるんで、ウキゴリっていう名前がついたと。まあ、こんなもんですかね。僕生まれは広島県なんですけど、まあ、自分の住んでる川の近くに絶滅危惧種の魚がいるっていうことを知りまして、どうやったら守れるかっていうのを調べたり、それをどうやったらみんなに知ってもらえたりっていう、まあ、博物館の学園っていうのが研究もできて保全活動とかもできる職業だというのを知ったので、大学のすぐ横の川でいろんな人が魚釣りしてるんですけど、何釣ってんのかなと思ったらみんな鮎釣ってて、しかも釣った魚を食べるっていうところにすごい衝撃を受けて、滋賀ではそういうまだ魚と人との距離がすごい近いなというのを思って、ただ単に魚を守るというだけじゃなくて、そこにある魚と人の関わりというのも守っていくっていうのは大事なんだなっていうのを感じましたね。というわけで、まあ、今日の調査はこれで終了です。暖かくなったらですね、ぜひ皆さんもこうやって、水辺に出かけていろんな生き物を観察してみたら面白いんじゃないかなと思います。その時はですね、靴下を履いて汚れてもいい運動靴とかで入っていく。そして危ない場所には絶対に行かない。もともと深いような川とかには入らないということも大事ですし、その周りの環境をむやみやたらにですね、荒らしたりすることも絶対にしてはいけません。また川にはですね、川の漁師さんがおられるところもありますので、そういうところはしないように心がけましょう。博物館の展示でですね、季節によって琵琶湖から上がってくる魚というものが少しずつ違うというものも下流域の魚たちの水槽で展示してますので、そういうところもぜひ見て、また地元でも自然観察の団体ですとか、いろんな博物館がこういう水辺の生き物の観察というものをやっておりますので、それを見てですね、こういうフィールドへ皆さん出かけてみたらいいんじゃないでしょうか。どうもありがとうございました。